ない憧れさ、地球の歌は俺の歌、俺の捨てきれぬふるさとさ。友よ明日のない星としても、やはり守って戦うのだ。命を捨てて俺は生きる。
わる橋話しかけてみた皆さんこんばんは。もう、アニハピオン2月号、お越しの皆様、タグネットワークと申します。よろしくお願いします。すみません、もう前の2組で十分お腹いっぱいになってなんならずっと客席で見ていたいなって思ったんですけど、そういうわけにもいかないんで、頑張って歌わせていただきました。私の、ステージは休憩タイム次のね、もう最強のユニットが、ね、待ち遠しいので、私もね、リハでね聞いてたんですけど、いやもう楽しみでしょうがないですはい、自己紹介させていただきます。先月、デビューさせたばっかり、させていただいたばっかりなんですけれども、ようやっとなんとか今月1回ぐらい、ライブがようやっとお誘いがね来てちょっとほっとしてるんですけれども、今回仙台福さんで、呼んでいただいて、実は僕のツイートを、ね、結構見てくれた方は分かると思うんですけど、本当にここに立つのが私夢で、ね、ですごい楽しみにしてたんですけど、いろいろね年内で締められるとかなんかそういう、ね、情報が入ってきてすごくなんか寂しいなと思うんですけれども、そんな中でこうやってここのステージに立てることを本当に、感謝してるし、今たくさんのお客さんに見てもらっていることも本当に、すごい幸せだなと思ってます。皆さんありがとうございます私45歳なんで昭和のアニソンしか歌えないんで、今日は昭和のアニソンばっかりをあ、逆に拍手をいただけるなんてありがとうございます。私実は松本零士さんが大好きで、ね、宇宙戦艦ヤマト、キャプテンハーロック、スリーナイン、もう全部見て、なんなら漫画も全巻持ってて、それぐらい好きで、で本当に、私はちょっと高いキーが苦手なので、低いキーで歌える曲を探してたら、ちょうど松本零士さんの、ね、作品がドハマりしたので、今日は歌わせていただいたんですけれども、1曲目、
なんだっけ、キャプテンハーロックのね、曲です、テレビ版の、キャプテンハーロック、2曲目に歌ったのが、銀河鉄道999の、テレビ版のエンディング青い地球を、歌わせていただきました。喉がね、全然好調じゃないので1曲予定してた曲をちょっと急遽歌わないでちょっと落ち着いた曲にしようかなと思って今日は、セットリストを考えました。さあ、続いての曲に行きたいと思うんですけれども、皆さん超時空要塞マクロスって知ってますか？ほとんどの方はフロンティアとかね、なんかそういう最近の作品をみんな知ってるかなと思うんですけれども、あえてですよ、一番最初のマクロスを持ってきました。楽しんでもらえたらと思います。次の曲お願いします。ですね、ライブイベントを、主催してやらせていただいたんですけれども、見てくださってた方いますか？ありがとうございます。意外と少ない。意外と少なくてびっくり。その時、ステージで私がねある曲をやってすごくなんか盛り上がってくれたので、もう今年はこの曲を私の持ち歌にしようかなと
思ってですね、でさっきあの DJ さんにですね、シティハンターやるんですけどなんかそういうのを流してもらえないでしょうかって言ったらですね、案の定流れてきてですね、私非常にテンションが高まったんですけれども、次の曲はですね、キーボードを担ぎながら、ちょっと歌ってみたいと思います。ちょっと準備があるのでお待ちください。まあこの格好をしたら大体何をやるかって分かる人には分かる、分かんない人には分からない、ね。私あのタグネットワークというんですけれども、なんでかっていうと TM ネットワークが好きな人なんです。そして小室さんが大好物大好物ですね、はい。なので、近いなすごいな、飛び丸くんがこんな目の前にいるとすごいなんかプレッシャーを感じるんだけどいや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 、むしろあのありがたいです。うわ近いなありがとうございます。最後の曲はですね、みんなで盛り上がってもらえたらと思います。これに関しては一切歌詞を見ませんので、多分飛ぶかもしれませんけれども、楽しんで歌いたいなと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。I'm gonna make you mine.
ありがとうございました。タグネットワークでした。次は大鳥のね、素敵なユニットが出ます。皆さん最後まで楽しんでってください。ありがとうございました。